大口を叩いてる割にそれっぽっちの見識しか持ち合わせてないとはな。ならあんたの要望に応えてやろう。逃げ道はありません。逃げるなって。うわっ、いや恐れなくていいぜ。罪に向き合うな。風を知れ。そこ、いや風の歌、雲の行くごと。風恐怖が全てを支配できると思うのなら俺に恐怖を見せてみろ。選ぶるな。あなただって罪人だろう。罪人なんか全員くたばっちまえ。バカな。俺がそんなに怖いか。銃を向ける勇気すらないと。待て、メロピネ要塞では死刑や拷問は禁止されてる。公爵だろ、身をもって範を示すべきだ。ああ確かにそうだったな。じゃあ今日からそのルールは廃止だ。ここじゃルールはただあんたらを縛るための道具。公爵が誰かを殺すのに理由なんて必要ない。分かったか。悪いな、時間がかかってしまった。待ちくたびれたんじゃないかい。そんなことないぞ。ひひ、こんな風に気遣いのできる一面がお前にもあったんだな。いや真逆だ。俺は無力だ。あいつらが日々直面してる恐怖に共感することができないんだ。慰めにしても償いにしても、あいつらの心の傷を修復することはできないかもしれない。これは俺の責任であり、メロピデ要塞の責任でもある。いくら俺でも、こういう時に軽口を叩く余裕なんてないさ。そうだ、あの悪党はどう処理するつもりだ？ドゥジェ君か。もう決めてある。しばらくは、何もしない。これから毎日自分がどんな目に遭うのか想像させるのはあいつにぴったりの罰だろ。懲罰の形式も日程も一切教えずにな。もちろんこれは情けをかけてるわけじゃない。何しろ遠慮なしにやっていい相手なんてめったにいないからな。聖望の会のメンバーと話して、奴が普段どんな手段を用いていたか把握するつもりだ。それを全部身をもって体験してもらわないとだろ。お前が怒るとこんなに怖いんだな。うん、おいらこれから気をつけて話そうと。俺があんたらにそんなことすると思ってるのか。はあ、嘆かわしいな。ま、冗談はさておきだ。今回は協力に感謝する。まだ後始末がかなり残ってるんだが、そうだな、こうしよう。2日後特別許可食堂で飯をおごらせてくれ。その時には事件もいろいろと進んでるだろう。え、いらないぞ、もう食べ飽きたし。安心しろ、サービス食じゃない、俺が手配する。Thank you.
ああ、来たか。ご飯に関することは絶対忘れないぜ。こいつが忘れてたとしてもオイラが知らせてやるからな。いやいや、そういう意味じゃなくて、リオセスリならわかるだろ。さあ、よくわからないな。おい、なんでだよ。冗談はここまでにして、実はいい知らせがある。医師の診断によると、頭からあの中空の棘を摘出するのは難しくないと分かった。しばらく静養すればあいつらも良くなるだろう。精神状態に関しては大部分のやつがかなり回復してる。だが状態が比較的深刻なやつも数名いてな。そいつらは重要観察リストに加えることにした。へえ、なかなか頼もしいじゃんか。当然だ。俺の縄張りで起きたことだ。俺が解決しないとな。ああ、なんだ、言ってみろ。それは話すと長くなるんだが、俺にも似たようなことがあったんだ。子供の頃に寄宿してた家で経験したことでな。俺は孤児だった。引き取ってくれたのは、そりゃもう優しい夫婦だ。俺にはたくさんの兄弟姉妹がいて、みんな仲が良かった。父と母は子供が成長するとより良い条件の家庭に預けて、また新しい孤児を養子にする。本当に非の打ち所がない親だった。そう俺はずっと思っていた。思っていた？後になって気づいたんだ。俺ら全員親に飼われてる家畜だってことをな。俺らを育ててたのは市場で売るためだったのさ。売れた子はいなくなる。どんな目に遭うのかは誰にもわからない。そして売れ残った子は処分される。知ってるか？俺はかつて自分がとんでもなく幸せなやつだと思ってた。俺の親友、兄弟姉妹、みんな俺と同じように思ってた。真実に触れたのは俺が初めてじゃない。俺より前にこの真実に触れた子たちは例外なく処分された。あいつらの結末と親が見せる微笑みが重なり、何とも皮肉な光景を見せた。ああ、あいつらは幻想を作り出し、嘘で私欲を満たした。残忍な手段も厭わずにな。その行為が人を完全に破壊してしまうなんて思ってもみなかったんだろう。あるいは全く気にしてなかったか。だが俺はそれが勘に触った。だから最終的に俺はあいつらの息の根を止め、全ての子供を解放したんだ。まあそれで有罪判決が下され、メロピデ要塞に来ることになったんだが、そんな、あまりに過激すぎる手段だった。当時俺はまだ10代。誰よりも信頼してた人に裏切られたんだ。もっといい解決策を信じようともしなかった。疑いと行き場のない怒りに突き動かされて、当然の結末を迎えたってわけさ。いい、感想なんて聞こうと思っちゃいない。他人がどう思おうと、俺は俺らしくこうして生きてきたんだからな。だが少なくとも今俺が手に入れた居場所で同じ悲劇を繰り返させるわけにはいかない。皆さん、今よろしいでしょうか？エイビスにフェソレ、お前らもう大丈夫なのか？
ああ、君たちがギリギリのところで駆けつけてくれたから、これといって怪我はなかったよ。実は今日急に皆さんの元を訪ねたのは、公爵様に手伝ってほしいことがあるからなんです。ああ、それが理にかなった要求であれば最善を尽くそう。実は僕、エイビスとメロピレ要塞で結婚式を挙げるつもりでして。お前ら結婚するのか？ああ、聖望の会で知り合った後、僕たちはデュジエの罠にはまってしまったけど、そんな状況でも僕たちはお互いを疑うことがなかった。どれも全部ルジェイが僕たちを仲違いさせようとしたものだって確信してたんだ。今回の一件を経て、僕たちはお互いに一生信頼し合える人だって思えた。災い転じて福となすっていうやつですね。彼は私を捨てなかったし、私も彼を捨てなかった。ただ私たちは罪人です。メロビレ要塞ではこのような派手な祝い事をするべきではないかと思いまして、それで悩んでいるんです。これって身に余る願いでしょうか？うん、俺の記憶じゃメロピレ要塞で結婚式が挙げられたことは一度もない。だが別にいいんじゃないか。俺が用意してやる。何か特別なものが必要なら水の上から運んでこよう。本当ですか？ありがとうございます、公爵様。実は僕たち、ケーキが終わった後もここに残ろうかと考えているんです。ええ、ここには特別な思い出がたくさん詰まっていますから、今さら離れるにはちょっと名残惜しくて、公爵様がいてくれればここの未来も安心できますからね。あんたらの信頼は俺への最高の褒美といったところだな。残ってくれる人がいて嬉しいだろ。そうだな。これは服従よりもずっと貴重なもんだ。